はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はね、スープカレーを用意いたしました。本日はこちらの札幌スープカリーヒリヒリさんのココナッツのチキンのスープカレーを購入させていただきました。今日はいろんなね、野菜とかお肉を買ってきたんで、そちらをね、使用して本格的なね、スープカレーになればいいなと思っております。もう作ろう作ろう。まずお米の準備からですね。今日は8合炊こうかな。8合。で、8合分お水入れて、はい。で、今日はターメリックライスを作っていこうと思うので、こちらのターメリックパウダーを、今回8合なんで小さじ4かな。1、2、3、4と。はい、これで顆粒のコンソメを、これ3ぐらいでいっか。で、最後にバターと。じゃ、バターが多分20とか30ぐらいですはい、そしたらこの状態でね、炊飯をしていきます。はい、で、これからね、スープカレーの準備をしていくんですけれども、まずね、お野菜を素揚げしようかと。本日用意したのが、ナス、黄色パプリカ、赤パプリカ、オクラ、舞茸、かぼちゃ、じゃがいもの人参と、この種類になっております。なんで、揚げるためにね、ちょっと切っていきます。ってことで、お野菜たちね、こんな感じで準備が整いましたので、油に火を入れていきたいと思います。はい。はい。温まるまで、はい、キー。はい。はいはい。今、加熱がね、終わったみたいなんで、早速揚げていきましょう。とりあえず、パプリカからいっちゃう、これ。はいはいはい。では、オクラちゃんを入れちゃいましょう。先に、おナス。人参も一緒にいっちゃおうか。これで、いきましょう、これ。揚げたてのパプリカちゃんと。あ、うまい。うまっ。うまい続いてはかぼちゃ。あっちあっちじゃ。やべえわ、全然忘れてたわ。お肉仕込んでたの忘れてましたこれね、豚のスペアリブなんですけど、ヨーグルト、玉ねぎ、人参で、あとカレー粉で、昨日からね、一晩寝かしているものでして、今ね、この揚げてる間にちょっとオーブンで焼いていきます。さらっと忘れてた。舞茸ちゃんをこれドンと入れちゃおうよ、これ、うん、で、最後ちょっとじゃがいもなんですけど、入れる前にこのスープカレーのパウチもね、こちらで温めていきます。最後にじゃがいもちゃんを、はい、野菜の素揚げをね、今こんな感じで完成いたしました。早く食べたいけど、まだご飯が炊けてないので、食べる頃にはちょっと冷めてるかも。それだけが悲しい。はい、今ね、ご飯も炊けて、お肉も焼けました。お肉でございます。こんな感じ、超うまそう、超うまそう。一旦これ移そうか、なんかお皿にね。それでは盛り付けに移りましょうか。これ見て、このターメリックライス。では、はい、んー、よいしょっと、オープン。ダーン。はーい、十分ね、8合でも多いっすわ、これ。よいしょ。で、今日はね、このお肉さんをこっちに乗せたいんですよ、こっちに。マジスペアリブあっちいな、これこれ最後に、これ乾燥パセリをさささっと、さささっと、これ最高じゃん、見た目100点。で、続いてお野菜はね、こっちに盛ろうかなと。盛り切れるかわかんないんですけど、正直器がね、大きいので、器の底に野菜がね、全部沈んじゃいそうなんで、板にね、移していきます。はい、できた。お野菜こんな感じ。最後にカレーですね。カレーはこちらの器へ。あっち、あっち、スーパーあっち。
スーパーチースーパーチーよこれ。あーいい。あ、野菜とかお肉入ってんなこれ。はい、ってことでこんな感じでね、スープカレーセットが完成いたしましたので、向こうの部屋に持って行って早速食べていきたいと思います。ただいまね、スープカレーのすべてのセットが完成いたしました。もうね、香りめちゃめちゃうまそうなんですよ。お腹すいた。もう無理です、我慢ができません。あったかいうちにね、早速食べていこうと思います。いただきます。ちょっとまずね、まあ、スペアリブ食べるようにこれ右手だけねつけておきます。で、実は僕あんまりね、スープカレーって食べたことがなくて、スープから行ってみてもいいですか。あー、うまっ。ふんわりとね、ココナッツの風味が効いてるんですけど、その甘みとね、後味に来るこのスパイスのピリッとした辛みっていうのかな、それがね、うまい。香りがめちゃくちゃいい。普段いただくカレーのような味わいとインドカレーの味わい、このね、間、ちょうど間ぐらい、うめえ、めっちゃうめえ。あとターメリックライス初めて作ったんで、一体このまま、ちゃんとターメリックライス、うまい。じゃあちょっとスープカレーで浸して、はい。うまそう。うまー。え、これいくらでもいけちゃう気がする。ちょっとこのスペアリブ、自家製のスペアリブも、スペアリブはこんな感じでございます。あ、成功してるよ。だいぶ柔らかくなってる。ちょっとお野菜も一緒にいきたいな。じゃがいもうめえ。で、え、これ、ん？スプーンだよね。え、これどうやって野菜と一緒に食べるの？え？詳しい人教えてください。取れないもん。まあ、いった。パプリカ合うな。うめえ。例えばあの札幌とかの人って、こっちの人がよく飲みの締めとかにラーメン食うような感覚でスープカレー食べに行くって聞いたんですけど、マジなんですか？知りたい。でもこれ締めに食べたら確かにうまいね。うん、やっぱスパイスも効いてるんで、お酒でねダメージを負った体にね、なんか効きそう。うめえ。関東とかの人だとあんまりスープカレーって馴染みないですよね。僕はないんですよ。これにハマったら通っちゃう気持ちもすごいわかる。めちゃめちゃうまいもん。このスープカレーのルーの中に入っているこの鶏肉さん、この鶏肉ね、もうめちゃめちゃホロホロ、めちゃめちゃうまい。なかなかね、こうご自宅だとスパイスから調合した本格的なカレーみたいなのって作るの結構大変なので、こんだけねパウチでも本格的な味わいのスープカレー食べれるんだったら、ちょっとこれリピートしちゃうかもってぐらいうまいです。
でもこんなにうまいんだったらもうちょっと早くスープカレーに出会いたかった。そしたら折り返しも来たんで早速行っちゃいましょうかね。折り返しに来たらもう早速ではないな、やった、うまい。いや今日もズバ抜けて幸せ、超幸せ。こういうスパイス系ってもちろんね香りとかは強いんですけど、入ってるさお野菜とかお肉とかの甘みとか風味ってのは普通に食べるよりもより感じやすくしてくれますよね。いろんなこうやって揚げたお野菜って甘みとか風味が強くなると思うんですけど、それがこのカレーにつけることによってね、さらにうまい。ちなみにね、今日の撮影は朝9時から開始しておりまして今ね、だいたい10時半とかそんなもんなんですけど、ブランチの時間帯でこの量でございます一日お腹いっぱいだね。さすがに最後は時間たって買った。これちょっとスープカレーの食べ方としては良くないと思うんですけど、なんか残っちゃいそうなんでルーだけとかお米入れちゃっていいですか。はい、ご飯の方は OK でございます。はい、これだったらこうやって具材と一緒にいきやすいね。さすがにお腹いっぱい。ちょっと最後は書き込んじゃいます。ごちそうさまでした。はい、ということでただいまねスープカレー完食いたしました。なかなか食べる機会がなかったんですけど、スープカレーってこんなにうまいもんなんですね。札幌の方に本店がある有名なねお店のスープカレーみたいなんですが、めちゃめちゃ美味しかったです。買ってよかった。こちらの商品のね購入ページについては概要欄の方に記載がございますので、ぜひね気になった方はそちらもご確認ください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあねー。